はい、先生インコピーちゃんの体重測定、スノーチェック、点眼投薬、スノーチェック、はい、すいません。じゃあ、ということでね、すいませんで、やらなかったのはわざとやらなかったところですね。ちょっとよく見てくださいね。で、まあ、4日から1週間に見てください。で、あんまり変だったら、早めに相談してください。はい、お大事になさってください。ピーちゃん、50。到着します。院長、出てます。本当だ、出てる、見える。暖房ついてるよね。出ちゃいましたよ。さっきまでは出てなかったんだけど、見えるかな、見えてるかな。はい、ちょっともう一回入れます。はい、入れます。よっ、よいしょ。はい、ごめんね。よし、光線照射当てて。で、もう一個手で持って立ててください。直接いいよ。ちょっと待って、あー出てきたな。あ、ダメだ、もうすぐできんじゃ。うん、よいしょ。ああ、ダメだ。やばい。なんだっけ、内服とかちょうだい。うわ、すごい、慣れちゃうわこれは。あ、ごめんね、普通の。点眼もしないんでしょ、ほら。ああ、こんなの噛んで食べる、どうすんの。出ちゃいますね、ちょっとばかり。うわー、ダメだ。なんかさ、すごい膨らんでるんだ、これ出てくるのが。収まった。オッケー。じゃあオペ室30度で温めて、一番強く。あ、あのあれも持ってって、ファンヒーターも。はい。でこの子ちょっと先に ICU。はい。で撮影してくださいね、ICU で。もう温めたら。よいしょ。
あの器具はさ、もうそのまま使います。濡れちゃうから。止まってない。